じゃあ徳島ボルティス今もその時点で俺に徳島ボルティス知らないだろうみたいな感じだったでしょ。全然そんなことないから。杉森くんがいるから。杉森選手、杉森選手は元グランパスだから、私は陰ながらしっかりと応援してますんで。杉森くんのカットインからのシュートの時に左足が内に入る。名古屋の時もそうなんだけど、惜しいのが多くて、だ点を早く J1 で入れてほしい。あとちょっと届かない。杉森くんです。藤田ジョエル選手のトラップからのパス回し、ね、これチェックの仕方。垣田選手の、いやファールだったよもう言い方。セービングした後の上福本選手、オウオウ。皆さんからのコメントが多ければ多いチームを専門でちょっとモノマネやると思います。サッカーチャンネルは僕上げて、まあ、全然ないので、今から支えてください。皆さん、まあ皆さんの、まあ、コメントが多ければ、まあ、僕はサッカーモノマネをたくさん上げるだけれども、まあ、少なかったりしたら、まあ、どうしようかなと気持ちがブレそうになるだけれども、まあ、ヒデさんの言う通り、まあ、J リーグの発展と村瀬の発展っていうのが、これ2つウィンウィンの関係だと思うんで、このチャンネルを盛り上げていきましょう。部長